おはようございます。キヨです。これ金木犀だったんですね。鳥小屋が近くにあって、それがここすぐだったので、かなり焼けちゃって、今切ってます。ダメだよね、きっとと思っていると、じゃーん、この下の方に芽が、新しい芽が、この子が、だから根っこはもちろん地下なので大丈夫だったってことになるんですけど、この幹自体がね、かなりダメージを受けているので、これなんかもすごく、乾いてるしね。だからこの子がどれだけ頑張ってくれるか、今後見物ですね。テープで貼って、ここは手をつけないでくださいという意思表示をしてます。これはね、意思表示はできるんですけど、聞いてもらえるかどうかわからないのでね、なんとか残してもらいたいなと思います。今後またお知らせします。金木犀です。